皆さんどうもおかみです。今日はアボカドグラタンを作ります。材料はこちらです。はい、それじゃあまず玉ねぎをみじん切りします。ウインナーは斜めに切ります。はい、でアボカドですね。きれい。こんな感じで材料がすべて切れました。バター、玉ねぎ、フライパンに火をつけて、玉ねぎがしんなりするまで炒めます。玉ねぎに火が通りました。そしたら具を全部入れて炒めます。ウインナー、アボカド、シーフードミックス。具材にあらかた火が通ったら牛乳を入れます。これで一煮立ちさせます。はい、今一煮立ちしたところです。このまま煮込んでアボカドを溶かして、あと汁気を飛ばしていきます。かなり濃度がついてきました。アボカドももう結構崩れましたね。このアボカドはね、あんまり熟れてなかったんでちょっと時間かかっちゃいました。で、濃度がつく目安としては、こうやってスーってやった時にこう道ができるぐらい崩れてこない、こんな感じですね。コンソメ、はい、じゃあこれをお皿に分けてチーズをかけて焼きます。はい、こんな感じで盛り付けたらチーズをのせます。はい、こんな感じです。はい、これでグリルで焼いていきます。オーブンがある方はオーブンで焼いていただいてもいいんですけど、具材には全部火が通ってるのでチーズをこんがりさせるだけでいいのでグリルで十分です。はい、じゃあこれでチーズに焼き目をつけていきます。はい、こんな感じでこんがり焼けました。そしたらパセリをかけます。はい、これで完成です。いただきます。うんま、炭水化物を一切入れなかったんですけど、すごい満足感です。うんまい、超とろける。小麦粉よりアボカドの方がいいんじゃないかな。超うまいんですけど。はい、こんな感じで今回はオーブンもトースターも炭水化物も使わないでグラタンを作ってみました。とっても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたね、バイバーイ。